互いにファーストユニフォームを着ての登場です。立ち上がり12分コーナーキック、ショートコーナーを使ってきまして、この位置にいた下平がフリーでクロスを上げた。これで勝負あり。イブスキの折り返し最後は松山。イブスキもねしっかりとこう競り勝ってますもんね。本当にこうデザインされたコーナーキックから千葉がうまく先制しましたね。非常に高いこのクロスの精度でしたね、うん。まあ、この後はあの守備山形も修正したんですが、そこフリーにしたのはちょっと残念なところですね、はい。いや、そう、あのやり方を、ね、ちょっと千葉が変えたんですよね、近くにいるんじゃなくてこう下平が、ね、はい、サポートにしたというところでちょっと冬疲れたと思いますね、まあ、そこは一つ、千葉が上回りました。そして45分です。この小島のシュート、まあ、後方からやだ飛び出してはいましたけれども、おそらくはオンサイドという判定だったんでしょう、はい。改めてご覧いただきます。ポイントは小島が蹴った瞬間、はい、この時どうかですよね、ミッキーも、ま、目の前通られてるので、はい、これオフサイドかどうかっていう判断もありますよね、一つね、でオフサイドという判断でこう、ね、そのままつかなかったのかどうかというのが一つありますよね、はい。斜めの飛び出しだったんでちょっと難しいところではありました。後半です。山形左サイドユルキを投入して、そのユルキから南シュートのポストを捉えたシーン、これも本当に、まあ、3人が、ね、うまく絡んでシュートまで行きましたもんね、やっぱりこうワンタッチだったりこう関わる選手が何人かいるとやっぱ山形もチャンスを作れますよね。そして今度は右サイド、ここで飛び出して大野チョルファンが倒して PK という判定です。安西の飛び出し、まあ、引っ掛けてはいますよね、でこれを坂野が冷静に決めました。割と早い時間帯で取れたんですね、はい。なんでね、まあ、こう流れが、ね、こう山形の方に行きそうな感じは、ね、ありましたよね。そして73分です。千葉右サイドからこのクロスに近藤のヘディングシュート、クロスバーを叩いたシーン、まあ、千葉からすれば、まあ、ショートコーナーやった時に相手が1人であれば、まあ、ショートコーナーをすればいいだけですよね、